Hello everybody, and a quick announcement now. We would like to ask you all to kindly stay seated during the match. Thank you for your cooperation. この時間はバレンシア対北海道コンサドーレ札幌、こちらをご覧いただきます。本日のゲームはイーフットボールスタジアムで行われます。今日の天気ですが晴れです。今夜のゲーム好条件の中行われます。シュート、なんと止めた。いやー、キーパー素晴らしいですね。素晴らしいですよね。ファインセーブですよね。キーパー素晴らしいセーブでした。古橋へのボール、フォルダ、ベッカムへ、富安、いい展開ですね。いけるか。ここはすぐ奪い返します。古木へ、オヤルサバルから右サイド、クロス低い、ベッカムから古橋、ヘッドだ。ここはシンプルにクリアします。オヤルサバルが受ける。まだこの前半スコアに動きは見られません。対応します。高峰、カバーニ、チャレンジしたところ、これはファールではありません。フォルダン、さあフリーだ。これはどうやらオフサイドのようです。ここはつながりません。オヤルサバル、ロベルト・カルロスへ、多少強引に見えましたが止めます。ロベルト・カルロス、彼のオーバーラップは大きな武器になります。ここは対応します。これもファウルですね。ロベルト・カルロス、古橋、高峰、さあ左サイドへ、オヤルサバルへ、インターセプトを狙う、フォールランから左へ、これは合いません。厳しくチェックします。これはファールではなかったようです。ポーランドへ、ここは競り勝ちます。
オヤルサバルへ、フォルラン、ここはディフェンスの対応、オフサイドになります。ここはつながりません。大きく前線に入れます。このボールをカットします。古橋へ、さあ裏を狙っていきましたが、これは通りませんでした。まあクリアが精一杯ですよね。これは届くか、オヤルサバルへ、古木へ、ここはボールを下げる、裏を狙う、ジャスティン・クライファート、奪います。そして今前半終了の笛が吹かれました。前半0対0。北澤さん、前半戦についてのコメントをお願いします。札幌としては 0-0 とはいえ、まだ相手にシュートを1本も打たせてませんから、内容としては良かったんじゃないでしょうかね。ですからあとは突破口をどこに見出せるかが鍵になってきますよね。バレンシア対北海道コンサドーレ札幌、0対0のまま後半に入ります。後半見ていきましょう。札幌としては今足りないのはゴール前でいかに冷静さを保てるかということじゃないでしょうかね。なるほど。ヘディング決まった、先制、コンサドーレ。札幌がようやく均衡を破ります。アーティスティックなクロスが頭に届いた。パスも良かったですけどもね、しっかり頭で合わせた、いいゴールですよね。After 48 minutes is number 9 Erling Haaland。 さあ札幌先制、1対0です。この後半立ち上がりでゲームが動きましたよね、はい、欲しかった先制点が入ったので、ここからの時間、主導権を握って自分たちのサッカーをしたいですよね。そうですね。奪いに行きます。古橋からフォルラン、フォルラン打っていった、こぼれた、さらにいった、いや追加点、コンサドーレ大きな追加点。このコースはさすがにキーパー厳しいでしょうね。思い切ったシュート、気持ちのいい一発でしたね。ちょっとあれはセーブできないですよね。ポーランド今日2点目です。さあ札幌さらに1点を追加し2対0としています。チームに勢いが出てきましたよね、はい、自分たちのペースがつかめた感じですかね、うん、やはり流れをつかめるといいプレーも出ますし、この連続ゴールにつながったんでしょうね。サイドチェンジ、こうやって逆サイドまで目いっぱい使うことで中央にスペースができやすくなるんですよね。展開としてはいいですよね。ここからカウンター早いでしょ。これは積極的なチェック、審判流しました。これは合いません。おっとこぼれ球、あっと
クロスを入れる。ポーランド、先ほどから厳しくチェックされています。そうですね、積極的に裏へ飛び出す動きが彼のプレースタイルですから、こうやってチーム全体でマークの意識を持たないとまたさらに点を取られてしまいますからね。固いディフェンス、ここはつながりません。ウィアルサバル、この試合でアシスト2つ記録しています。厳しいディフェンス、バレンシア、これはスローイン。両チームともメンバー交代があるようです。サブスタチューションオンザフィールドナンバー9ジャスティン・クライバーン。Coming on the field is number 11. 積極的なディフェンス。ここはファールを取られます。Substitution. ベッカムからホーランド。これは笛はありません。危ない。ホーランド。ホーランド。来た。防ぐ。来た。ヒットボール。来た。追加点。コンサドーレ。さらに突き放します。これで3ゴール差。ベッカム、今のはキーパーの跳ね返りを見事ゴールに収めました。落ち着いてセカンドボールを流し込みましたよね。とっさのプレーですけど落ち着いて決めてきましたよね。さあ札幌、3点差までその差を広げています。上げる、このボールをカットします。スペースへ、さあホーランド、シュート、いいハンド。いやーキーパーいいですね。絶好のチャンスでしたけどもね、うまくコントロールできなかったですね。Substitution on the field. これはキーパーいい反応。蹴るのはもちろんベッカム、まあ、いいボール入れますからね。 Coming on the fieldNumber 19. シュート。来た、追加点。コンサドーレ。ホーラン。これで本日3ゴール。さすが結果を出してきます。今のゴールディフェンスに当たって軌道が変わってしまいました。After 74 minutes is ホーランド。カットトリック。ナンバー9、エーリング・ハーランド。さあ札幌、このゲームの主導権を完全に抑えています。いやチームに勢いを感じますよね、はい、さっきのゴールで流れに乗ったんじゃないでしょうかね。ホルラン、ここはカットします。ちょっと危ないぞ、このパスは。ベッカム、スルーパス、ここ来ましたよ、抜けてくる。ルーカス・フェルナンデス、ファーサイド、そのままキーパーが抑えました。田中、ここは読んでいました。さあホーランド、これは合いません。縦にボールを入れます。ボールを奪いに行きます。裏へのスルーパス、さあカウンターのチャンスになります。このパスを受けるルーカス・フェルナンデス。ここは奪います。裏のスペースを狙う。あとファッ、取らないですか、レフリー。
さあホーランド、このボール奪いに行きます。ジブシュート、サブスタチューションズテイキングプレイス。札幌としてはこの勢いならもう1点あるかもしれませんよね。シュート、ここはつながりません。ここで笛です。4対0、札幌勝ちました。完璧な試合運びを見せてくれました。ホーランド、今日は彼の日だったと言ってもいいでしょう。ハットトリック達成です。北澤さん、今日のゲームどうでしたか？札幌としてはしっかりと点差をつけて勝利をものにできたわけですから、監督も納得のいく試合内容だったと思いますよ。今日の結果をうまく次につなげていきたいですよね。